はい、こんにちは、えー。今回のサムネイルのタイトルはですね、えーまあ、3次元に肉体を持ちながらも9次元を生きている菩薩たち。っていうことですね。まあ、3次元に肉体を持ちながらもですね、まあ人間っていうのはですね、自分の所属してる次元をですね、同時に生きてるんですよ。まあ4次元の人はですね、まあ愚かに、えー、お金だとか物欲だとか性欲だとか、あと、えー、金銭欲だとか、 そんなものにこう目がくらんで、それを使って人を支配しようとか、自分は偉いとか、金のない奴は価値がないとかって、こういうふうな価値観になってしまうんですよ。で、下手すると、まあ変なテクノロジーを使って別な空間に行って、そこに惑星があって、そこで、まあ人間みたいな生命体が生きてると、まあそこの進化に加わって、その世界を乗っ取ってやろうとか、まあこんなことをしてるっていうのが、まあいわゆるエイリアンっていうものですね。 はい。まあ、ですけど、きちっと今の地球に生まれてですね、まあ、仏教を学んでる人たちは、えー、三次元に肉体を置いたのは、なんでかったら、法華経を学んで、九次元からこの世界に来て、三次元で肉体を持ちながらも、えー、法華経を学んで、そして、えー、九次元の仏国土から、えー、これを通して、極右界を見ますと。そうすると、お釈迦様の、このお釈迦様の教が中心になっている極右会には、他の三次元からもたくさんの、 如来と菩薩たちが集まってきて、大菩薩が集まってきて、この法華経を通して、えー、お釈迦様はその中心で、磁気を授ける姿を、えー、みんなで眺めていたと。これに気がつくのが、えー、九次元からこの三次元に来た大菩薩のあなたなんですよ。で、あなたはこれを通して、えー、この中心、宇宙の中心、極界の中心の十次元の中心に、えー、お釈迦様がいて、そこにいっぱい九次元にいる仏国土の 菩薩如来とと菩薩たたちが集まっていたと実はこういう世界観が、えー、この世界にあった。それを虚空会というと、エレクシャというと、教えの会合というと。それを学ぶために三次元世界っていうのはビッグバンで起こされて、そしてその過去には、セ、え、ホ、ー、の野の第五の教えが設定されていて、セットされていて、そしてゾウの如来もセットされていると。そしてこのゾウ、えー、の如来の2000年の間には、 え、アインシュタインやニールスボーやシュレディンガーやハイゼンベルグや、えー、イバレッタとか、えー、南部さんのですね、素晴らしい、えー、この法経を解き明かす、宇宙の仕組みを解き明かす、極化につながる、えー、こういう政治家たの教えもありましたと。その行き着くところは、なんで何もない真空、えー、対称性が完全なる真空という対称性が自発的に破られたのか。それは、九次元から来たあなたがこれを通すと、その九次元から、えー、 の中心には虚空界ってありますと。そしていっぱい仏国土があって、そこからみんな実はその虚空界を、お釈迦様が中心にいる虚空界を見ていましたと。この真実ですね、この真理が理解できるってことが、ええー、まあ、この世界に住んで、九次元から来た過去に時期をもらった大菩薩であるあなたなんですよ。こういう九次元に生まれることもできるにもかかわらず、仏国土に生まれるにもかかわらず、えー、この法華経を読んで、そして虚空界が存在あるっていうことを、 他の人にも知らせてあげて、それが見えるようにしてあげるっていうことですね。これが菩薩としては修行ですね。はい。皆さん、まあ YouTube とか作ってで,ですね、まあぜひく次元の菩薩としてですね、この三次元にいながらも、おくの三次元にいながらも、しかも、この今いる我々の三次元っていうのは、もう一つの文明の終わりであって、一番見られる下流が、一番悪,悪魔の勢力が、この世界を今支配しようとしてますね、地球を。まあその中で、えー、これから始まる、 統一政府が壊されて、さらにもっとすごいのが来ると。で、それも火で焼かれて、次のいよいよ文明が来ると。その政法に対して、我々は準備をしていますと。その政法に入れる人を一人でも多く、えー、見つけて入れてあげるってことですね。で、入れてあげて何をするかあったら、極快が見えるようにしてあげるってことですね。はい。はい。ま、あこれが一応、えー、皆さんがこの、え三、ー、次元でやる仕事ですね。これをもってですね、おかしいとか、 変な人たちだって言ってる人間って、それはもう、資本主義とか共産主義っていう悪魔教に宝、に洗脳されていて、そこから金持ちは素晴らしくて貧乏人はもう生きる価値がないとか、金持ちだけがこの世界をテクノロジーを独占して支配していいとか、もう全然物理学の基本も知らないし、仏教も AS の教えも、インドのベーダも、下脱、簡単な下脱なんていう考え方も知らないと。その連中が今、この世界を物欲で、 金星で、試合ししようととますとでその世界にもくされた人たちは多分、我々、私が言ってる極空界の存在なんていうのは、宇宙を、対称性を破って、自発的に破って、ビッグマンを無限に起こす。この極空界の存在なんか理解できないでしょうね。これなんかもう物理学の基本的な概念としても存在してるんで、えー、南部さんという日本の博士が言った、えー、自発的に対称性はなんで破られたのかっていう。で、それは仏教でいう極空界であって、それは十次元だって、そこには無限の、 えー、三次元世界にいて、下脱した如来と弟子たちが、それを無限の栄光宇宙から、下脱した九次元において見てると。その中心で、えー、シャーカム女来は自発的に対象性が降って、新しいビッグンを無限に起こしてるっていう。これによって三次元は無限に生まれ続けてるっていうことですね。はい。で、その世界でニ、エボォサスはさらにこれを勉強して自分も如来になって、さらに無限の、えー、 虚空界があちらこちらで主催されて、それが、えー、無限の世界を作っていると。そのうちの一つがここであったっていうことですね。はい。で、それを、なぜその虚空界があなたに見えるのかっていう、えー、感じの力によって、それはあなたが過去に、えー、雲ん王仏、現一切世間っていうどっかの世界で、雲ん王仏でて人から受去をもらって、九、えー、次元に入ってで、そこからまたビッグマンを起こして、この法華経を読んで、虚空界の存在を知るために、えー、来ましたと。 そして曲外見えると、実は他の、えー、9次元仏国土からも、その極会を見てる、えー、大、ニョライと、第五冊たちが、たくさんいたっていうことですね。そして彼らもまた、えー、どこかの世界で如来ライになって、みんな、極外を主催して、ビッグマンを起こしまくってると。はい。こういうことですね。この仕組みですね。はい。ですから皆さんも、この資本主義や共産主義に洗脳されて、このインチキ宗教の資本主義や共産主義に洗脳されて、第五やビルゲイツやロスサイドのように、 ディア・ロック・フェラーや、ジョージ・ソロスのようになってですね、人を馬鹿にしたりですね、えー、貧乏人を、えー、生きてる価値がないなんていうんじゃなくて、まあ、まず、仏教の本でも読んで、下脱して、そして、極空界の住人になるってことですね。そうすると、生きた、ま、肉体を持ちながらも、極空界を生きることができると。これは、アインシュタインの E イコール MC 事情の、えー、方程式が証明していることで、空はすなわち、えー、式であり、式はすなわち、空であるってことですね。 存在のエネルギーと我々質量を持った人間の肉体っていうのは同じ平場を生きてるってことですね。はい。このあたりがわ、えー、かる人は、えー、多分仏教わかると思うんですけど、ユバルノ・ハラリとかロシャルとかゲイツとかソロスなんてのはそんなの全くわからないですよ。彼らはだから物理学なんかわからないんで全然反応しないレベルなんで、ヤーベとかみんなそうですね。はい。そんな人たちが作った資本主義とか、あと共産主義ですね。平等なんて言いながら実は独裁者がもう自由在に人を殺せるような、 そんなですね、人たちに、カルト宗教に騙されないようにしてください。えー、仏教ってのは一般常識です。仏教を通して虚空界を見ると、これはもうアインシュタインもニール・スバム、シュレディンガーも、えー、ナムさんも証明した物理学の法則がここに書いてあるわけですね。はい。はい、そういうことできればいいですと思。どう